皆さんこんにちは。今日はですね、インドネシアのスーパーに来てます。なんかまあまあ大きいスーパーみたいなので、ちょっといろいろ見ていきたいと思います。なんか日本にはないフルーツがいっぱいあるぞ。これとかなんて言うんだろうね、日本語でもわからないです。なんだろう、この辺のやつなんか美味しそうだね。いろいろある。なんかパンもある、すごい美味しそう。見て、美味しそうじゃない。じゃあみんなに質問。これは何かわかる？これ多分ね、生姜かな。これはわかんない。見たことないのがたくさんあるよ。これはわかるね。これはね、トウモロコシだね。これはキュウリかな。ズッキーニだね。なんか大きいね。これはキュウリだね。皆さん野菜もちゃんと言えますか。全部やっほー、皆さんこんにちは。改めてエマです。お久しぶりです。ちょっとね、さっき買い物をしたんで、何買ったか見せようかな。なんかこんな南国っぽいお菓子とお水とみかんを買いました。まあ、今私インドネシアのバリ島っていうところに来てるんですけど、まあ、なんでここに来ているのかと、このあとどこに行くのかとかっていうのをちょっとお話ししたいなと思います。で、私は、まあ、仕事とあとまあ私はノマドっていう働き方をしてるんですけど、こう旅をしながら生活をしてるので、今のところね、今のところそうなので、それで今バリ島に来てます。で、次には、で次は、クアラルンプール、マレーシアですね、に行くつもりです。あとですね、実は私、来たのはもう2週間ぐらい前になるんですけど、来て1週間ぐらい経って来て1週間ぐらい経ってお腹を壊してしまって、そう、多分病気の名前で言うと胃腸炎って言われたんですけど、菌ですね、菌って分かるかな。水かな、原因は水だと思うんですけど、そう、そのせいであのお腹を壊してしまって、こう吐き気と下痢ですね、とあと熱と、あとは、まあ、おかんっていうのは寒さですね、寒さ、おかんとかいろいろ症状があったんですけど、1週間ぐらいずっともう倒れちゃってて、ずっと寝たきりで、寝たきりっていうのはずっと寝ていることね、寝たきりで仕事も全然できなくて、すっごいしんどかったんですけど、やっとちょっとずつ治ってきました。やっぱね、あのこうやって異国っていうのは異なる国、違う国ですね、違う国で、自分の母国とは違う国で一人でこう病気になるというのはすごく辛かったです。すごい悲しかったしんどかったです。なんかどうして私は海外にいるのかなとか、どうして日本にいないのかなとか、家族に会いたいなとか、すごく辛かったんですけど、なんとか復活しました。元気になりました。もうね、体、やっぱりあの健康が第一だなって改めて思ったので、皆さんも健康、元気ね、健康には気をつけてくださいね。私もこれからね、また違う国へあのいろいろと旅をしていくので、体には気をつけていきたいなっていうふうにすごい思いました。
で、今後の動画についてなんですけど、これからはもうちょっとねちゃんと YouTube もアップしようかなと思ってて、内容としてはそうだな、今まで通り文法の授業とか、あとは、まあ、せっかく旅をしているのでその様子を伝えたりしたいなと思っています。また皆さんなんか見たい動画とか、どんな動画が見たいのかあれば教えてください。自分の仕事で大変で動画を上げられなくてごめんなさい。それからはね、定期的にちゃんと週に1回とか、例えばね3日に1回とか、不定期っていうのはこう規則正しくないね。今日あげます、次は来週あげます、じゃあその次は1ヶ月あげます、これ不定期ね。そう、今まではちょっと不定期だったので、これからは定期的にアップしていきたいなというふうに思います。なので皆さんまたぜひ、チャンネル登録まだしてない方はしていただいて、これからも応援してもらえたらなと思います。次はね、どうしようかな。じゃあ久しぶりにまた文法の授業でもやろうかな。何かリクエストがあればまた書いてください。じゃあいつも見ていただきありがとうございます。また今日の動画が面白かったな、ためになったなと思っていただけたら、いいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあこれからも動画撮って皆様にシェアできるように頑張るので、応援よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょうね。いつもありがとうございます。さよなら。またねー。